よく来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。森人ごときが人相見か。思い上がりも甚だしいわ。ハル様不在の雨子には将軍家へのご恩がある。そして今僕がそれに報いる時。頼もしいな鹿の友。ではあの者の心を見定めてもらいたい。お任せください、ヨシテル様。ん？僕はまだまだ半人前ってことがよーく分かったっす。かくなる上は燃やったー。見たか。揺るぎなき信念を持つ者、面白い。お腹立ちはごもっともですが、所詮は増強ですので。ここたびの相手は骨があるのです。その調子でたぎるがいい。いつか俺もあの方に旋盤を回してもらえるか。なぜ俺はこんなにも無敵。見たか。俺は無敵の名を得たで継ぐ主人公。ちょっと待ってください。おやさん、オツの拝着。山中鹿之助、捜査開始。おやつさん、この人かなりせっかちっすよ。もし無能なばかりに打兵を死なせてしまった。ヨシテル様のこの意図は認めん。消えんせい。悪いことありました。武士の棟梁、その元で死ぬるこそ誉れよ。今以上に振るわれよ。出なければ帝に越権はならぬぞ。危なくなったらおやさんだけでも逃げてくださいよ。ごときで世が満たされようはもなし。僕の推理が正しければこのままだととんでもないことになります。わかった。感謝しよう鹿の友よ。余が手足を。長政さん、完璧なる男からご要望があったわ。あの者の技量、それを引き出すのよ。夫婦仲良くね。姉上、またそのような傍若無人を。長政様も一も
様までこんなところに。姉上め、皆いささか流行りすぎだ。相手方の兵が少んではつまらぬ。さようでございます。あっさりわらわに捕らえてもつまらないの。しっかり邪魔してね、お前たち。我とて足利の兵ぞ、田舎無茶に遅れなど取ろうものか。あなたたちはなぜ位置を望むの。位置にどうしてほしいの。あなたなら教えてくれるの。それは見事、類まれなる。兄者を止めるは弟である私の正義。無敵よ、身の程を知るいい。暗黒一周、会心一撃。ふん、こともなし。私をここまで追い詰めるとは、並の猛者ではないな。影を遮り、夜を阻むか。終始。頑張らないと。わかるでしょ。愛すみませぬ。玉正様。ねえ、聞こう。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上、位置に不安を与えるわけにはいかぬ。終わりの地にて、この心は終焉を迎えた。今はただ、召されるまでも夢に過ぎない。ご苦労様、また後でね。ここからの、ウムラのさらなる限り、粘りを見たいな。なんとしても。惑わず臆せず、心の欲するままに行け。世のあった場所はその先だ。足利様のため敵の力を引き出す、それも我らがお約束。ごめん。さて友よ、その方体育は健やかであるかな。ほら、体のこと。だったらわらわに任せなさい。たっぷりしなさだめ。あっ、しん、ムクロ相手に嘆き続けたとて、なんら好転はせぬぞ。他の者の侵入を阻んだ勇士には褒美を取らせる。見事してみせよ。いざ承知。いかが。陣などなくとも剣はくれよ。さあ立つがよい。足利の皆に誓って。おお、名刀三日月宗近がごとく環境で輝かしきからだよ。そうかしら。わらわの方、あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。いい、体で勝負をするの。わらわとあなたのね。愛しいからこそ壊したいのね。そう、わらわと同じ。あとは任せるわ。わらわちょっと喉が渇いたの。誰か。火に這いつくばるのみか。
図が引く理由は皆いなくなってしまう。愚かで身勝手な主君と世を恨むがいい。勝家で遊んでいる者どもらと一緒にしないでもらおう。世が望むは人々がたぎろう熱き時代、全てのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。素晴らしき神技体の持ち主だな、友よ。まさに時代の息吹、その方こそ天下創生にふさわしい。常に何者かを屈服させずにいられないか。ホテルというのはやはりなぜか。いいな。これはいい。世を返したと思いやがるか、ギルガー。熱い。これが命を閉すという感覚。さあ、勝負はここからだぞ。試合を続けよう、友よ。願わくば世に変わり、時代を作れ。面白き。したいよ。ただあるよ。三千世界のいずれにも世を制しうる者はなし。Ha ha 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 ha